ワドゥフェン。ノンフライの春雨に液体ビーフ末スープ、ごまペースト、調味油、角煮粉、フォークがついています。麺は幅2ミリの扁平で、角は丸められて表面は滑らかです。無色透明でとても柔らかいですが、強い粘りがあり、なかなか歯で噛み切りにくいです。特にジャガイモを意識させるような味や香りはありません。スープはとろっとした舌触りで、複雑かつ焦げ的な味です。いろいろな要素が混じっていますが、すりごまの存在感が一番強いです。これと豆板醤やホワジャオの香りがあるので、日本の担々麺に近い印象もあります。牛の内臓の匂いは強くなく、また嫌な癖もありません。辛さはそこそこありますが、激辛ではないです。中国の即席麺にしては中抜け感を感じない味です。旨味や塩分はかなり強いです。酸味はありません。具に湯葉が入っています。大豆タンパク質の赤い粒はクルトンみたいな食感ですが、味や香りのありがたみは少ないです。外観も中身もとにかく賑やかです。小袋が6つもついているので、作るのが面倒ですが面白いです。みんな大好きトントン。